はい、こんにちは。勝又博物館です。ということで、今日はこちら。ちょっと面白いものを持ってきました。パッと、今見た限りでは、全く緑色のズボンでございますけども。じゃん <laughs> みたいな感じじゃないですか <laughs> 知らないくらい,がい,いの日は、ファーフー,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 ーイ。はい、ということで、こちらでございます。でーん。エグゼイド。カラー。ジーンズ。ジーンズではないかな。ディッキーズのジーパンということで。まあ、ジーパンかな <laughs>、うん、はい、ということで、ディッキーズ。皆さんご存知でしょうかこちらのブランド。えー、なんかまあ、つなぎとかね、いろいろ。 下のズボンとかいろんなブランドを売ってるんですけども、まあそういったブランドで、なんか中古屋さんでね、なんか面白い色のやつあるなーって、なんか既士感あるなーと思ったら、エグゼイドだーと。これエグゼイドやーと思って買ってきちゃいました。1800円でしたね、このズボン。はい。そして、ベルト。<laughs> ベルト。これ、完全に面白いよね。 ちょっとでもベルトの色明るいかな。なんかどっちかって言ったらこのガシャコンブレーカーのこの緑の方がこれに近いような気がする。どっちも。<laughs> すごい面白いっすよね。なんかでもこれを、じゃあ履いて遊びに行こうかとはちょっと思い、思えないですね。さすがに。さすがにこれを履いてはちょっと出かけられないかな。うん。ただ動画のために本当に買っちゃいましたみたいな感じですね。<laughs> はい。以上。 <laughs> 以上。以上です <laughs>。まあ本当にね、ただそれだけで、ちょっと皆さんに面白いものあるから見せたいなと。でもこれ調べれば多分ね、出てくると思うんすよね。もしかしたら。これ売ってると思うんすよ。この品番かなこれは。152M40WD1614-8324。これもしかしたら、あ、でも、これが多分あれだと思うんですよね。なんか品番かなわかんないけど。はい。ということで。 まあまあこんな感じで面白いものもありますのでね。中古の古着屋さんなんかは結構楽しいです。それでは、また明日。